こんばんは、戦国どうでしょうでございます。久々のね、キリンが来るのニュースでございますが、ちょっとね、暗い感じのニュースでございます。長谷川博己も沈黙、撮影再開、キリンが来るの現場はまるでお通夜。新型コロナウイルスの影響で中断していた NHK 大河ドラマ麒麟がくるが8月30日から放送再開される。低迷しつつあった視聴率回復に向けて気合を入れ直さなければならないはずの現場だが、一向にテンションが上がる気配はなく、お通夜みたいな雰囲気と語るスタッフもいる。元凶となっているのが全出演者に配布されたコロナ感染防止マニュアル。スタッフのフェイスガード着用から役者同士の距離は2メートルを守る、2メートル以内の演技は時間を制限するといった細かい決め事が書かれている。マニュアルによって撮影中断まで役者やスタッフの交流の場所となっていたスタジオ前の待機場所も立ち寄りが制限されている。コミュニケーションが遮断された異様な光景はメイクルームも同様で、役者同士やスタッフとのやり取りが最低限に制約されているという。これではチームワークや団結力も薄れてしまう。この窮屈な状況に最も心を痛めているのが座長の長谷川博己だ。最近は前室のソファーの片隅に一人でポツンと座り、何か考え事をしているような姿が見かけられる。ドラマを成功させようとスタッフたちと積極的に食事をしたり、嬉しそうに差し入れをしていた頃の長谷川とは別人のように変わり果ててしまったという。しかも現場でコロナの感染者が出たら局の判断で麒麟が来るは即打ち切りになると言われている。長谷川にもその重圧は重くのしかかっているはずだ。クランクイン直前まで長谷川は麒麟が来るを全出演者と長谷川博己の代表作にしたいと漏らしていた。そんな長谷川の熱い思いがコロナ禍に書き消されてしまうことがないように祈りたい。はい、というニュースでございました。撮影再開はしたものの、コロナ感染防止マニュアルというのができてしまって、それによって撮影現場がちょっとね、和気あいあいというよりはお通夜状態になってしまっているというニュースでございます。このね、コロナ感染防止マニュアルにある役者同士の距離は2メートルを守るというのと、2メートル以内の演技は時間を制限するというね、この2点でございますよ。つまり麒麟が来るもソーシャルディスタンスでございます。ソーシャルディスタンスな麒麟が来るが8月30日から放送されるという感じになるのかなという次第でございます。このね、2メーター以内の演技は時間を制限するということは、つまりですよ、皆さん好きな機長様と信長公の濃厚接触のシーンとかね、そういうところがちょっとずつカットされちゃうのかななんてね、思う次第でございますよ。ツイッターとか見てるとね、ああいうシーン皆さん好きじゃないですか。もうめっちゃ流れてくるんでね、タイムライン上に。このニュースにもありましたけど、現場でコロナの感染者が出たら麒麟が来るは即局判断で即打ち切りになっちゃうかもしれないっていうね、感じでございますので、まあ、それにならないようにするためにもね、こう安全な距離を保ってもらって、コロナも出さず無事にね、最終回を、まあ、年を越しちゃいますけれど、迎えてほしいなと思う次第でございます。本能寺の変まで やらないみたいですけど、ぜひね、やこの状態ならね、ぜひ見たいんですけどね、どんな本能寺の変になるのかっていうのもまた楽しみな感じはするんですけど、本当にね、やれる限りはやってほしいなと思う次第でございます。